どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニです。今回の動画はですね、前回紹介した僕の愛車ハーレーダビッドソンスポーツスター 1200R で走行動画を撮っていきたいと思います。そしてね、今回は今もこの撮影している GoPro のみでちょっと走行動画の方を撮りたいと思います。で、僕もね、この走行動画っていうのを撮るのが初めてで、どんな絵になるのかちょっとわからないんですけど、皆さんもぜひ、お時間があれば最後までお付き合いください。そしてね、今日撮影してるんですけど、前日にすごい雨が降って、で路面の状況もね、ウェットな部分があったり、落ち葉があったりするかもしれないんで、そんながっつり攻められないとは思うんで、安全に気をつけながら、走行していきたいと思います。で、今回は、このヴィンテージのヘルメットにこの GoPro のマウントをつけて走行したいと思います。で、今走ってきて、ここにつけて走ってきてみたんですが、撮れることもなさそうなんで、ここに GoPro をつけて、走行動画撮っていきたいと思います。はい、ということで、軽く峠の走行動画撮ってきました。これからもね、GoPro もあって、でヘルメットマウントも、あと1種類ぐらいあるのかな、であるので、これからもこうやってね、バイクで走行動画、今日は1人だったんですけど、またバイク仲間と一緒にバイク乗る時も、こうやって僕が GoPro で走行動画撮れたらいいなと思います。皆さんどうでしたか？今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか？今回はね、撮影もすべて GoPro なので、いつもよりちょっと画質の方がね、悪くなるかもしれませんが、ご了承ください。今回の動画、面白いなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。